ね、手術したんだ。こんにちは。テロップ何にしよう。めちゃめちゃ寝起きなんですけど、ごめんなさい。めっちゃ寝起き。みんな、ちょっと今日夜ご飯食べてなくて、あのコーンスープ。今日雨だったね。今日レッスンとか、レッスン行った。ありがとう花びら。ありがとう可愛い。そう、ゆうねさんと一緒に寝れます。花粉症の鼻がやばいの。嬉しい。ゆねさんと一緒の制服の目初めて。ポジションはいつものところだとしても違ったとしても内緒。ね、楽しみにしてて、頑張るわ。みーちゃんカラオケ楽しみにしてた。カラオケね、なんか明日でもいいかなって言ってたんだけど、でもちょっと急すぎるなって思って。あー、かけるながいないね。そうだね、しばらくね。いや、なんか出てった、あの何、出てる日程はさ、だってあれじゃない、あの全部出てなかったからね。どうでしょう、まあ、全然何も来てないのでわからないんですけど、もうすぐ来るかもしれない。4日当たるよみんな。応募できない。 DMM で見てね。ありがとう花びら。眠いね、わかる。あの今日さ、あのもう帰ってきてすぐ寝たの。電車の中でもずっと寝てたし、あの家に、あと車の中でも寝てたし、ここにずっと寝てた。意味わかんないくらい寝てた。エフルってしまって、あ、31違う、自分か。あ、でも花前言ったかも、出たいって。なんかいっぱい出たいから、あのもし別なんか別ポジって言われ、なんか、あ、今回が別ポジかどうかは知らないんだけど、なんかいっぱい、なんか最近出れないの分かってたから、いっぱい出たいから、あの言ってくれたら別ポジとか全然覚えるのでって、全然覚えたいですって言ってた。そしたらまた相談しますって言われてたから、ありがとう。何これ、ひな壇みたいな、いつも送ってくれるやつ、ありがとう。お誕生日近いの？そう、あのね、ちょっとなんか最近、あのなんかなんだろう、自分の中でちょっと、あのあのね、私なんか、あのギリギリにならないとやり始めない節があって、でだからなんか直前に詰め込みすぎみたいな、なんかいろんなことを直前に詰め込みすぎるの。だからなんかそれで疲れがきてるのね。そう、いつものとこか新しいとこかわからないよ、けど私もまだわからないからあれなんだけど、そう、出たいのでって言ってみたの。なんかそう、出たいのでって言いました。夏音もありがとうございます。だいたいそれ
え、そうだよね、わかる。桜ありがとう、好きかも。そうだから私あの宿題、夏休みの宿題とか直前にしかやらんすぎてやばいんだよね本当に。でもまあいろいろ前もってやっておいた方がいいですよね。そう、みんな出たい、みんな出たいんだよ。ね、ギリ間に合うように調整。え、わかる、団子ありがとう。あ、わかる、テストギリギリわかる。桜ありがとう、4月4日投げたけどいけなくなるかも。 DMM で見てね。授業ある日の前日に、わかる、ありがとう。花びらライブルもあるからありがとう、頑張れって。2度目の方もありがとう、ハートありがとう、桜餅ありがとう。そう大変だよねマネージャーさん。そうみんな出たい、みんな出たいけど、まあなんかそうだね、頑張る、出れることをありがたく思い。そうみゆちゃんも一緒に出れるからね。そう定着したいけど、スタメン定着したいけど、ちょっときび、うん、わかんない。私はもともとスタメンじゃなかったから。ほら、ありがとう。ヘイフゲット投げてしようと思います。あ、頑張って。頑張ってお仕事。帰り2日間楽しかったね。また。楽しかったよね。本当にさやちゃんの初日ね、行きたいよね、行きたい。私ももし自分が出れなくても見に行こうかな。うん、なんか最近自分がなんか意外と入ったばっかの時よりもいろんなことができるようになってるっていうのが分かるから、ちょい嬉しい気味。コメントできなかった、お疲れ、運転。とメンバー見に行ける。初音もありがとう、ありがとう団子。美人さん本当今日も可愛いね、ありがとう。なんかあの確実になんか覚えるスピードが速くなってる気がするから、いろんなことをね。よきよき。仕事で公園投げれない、あ、誕生日なの、おめでとう。ユニアドだから有給取る余裕ないんだけど、わかる、多忙だよね。結婚しよう。そうパッツンもう会いたくなってる、それな。これそう12期みんな成長、団子ありがとう。そうでもやっぱね、いっぱいなんか制服の目出れない時があるならいっぱい公園出たいし、そう何もないね。あーうん、そうね、マキコさんが言ってたこともね、そうやっぱね、研究生はアンダーに出てこその研究生だよね。桜餅ありがとう、桜の花びらありがとう。まだ半年か、毎日うまくなってくれってやってるのか。そうだね、合ってる。眩しすぎるよ、聞こえてるのに。そろそろ1週間合ってない。衝撃、誰が出ればある。あーそうだよね、まあ気にせしよう。そうそうそう、これはコーンスープ。私ね、初音もありがとう。なんかコーンスープさ、あのコナのやつあるじゃん、コナの好きなんだけど、今もコナなんだけど、
コナノのお湯をめっちゃ少なく入れてドロドロにするのが好きなの。だけど見てください、今日のコーンスープはこちら、しゃびしゃび、おかわり濃いよ。んだよ、結果ついてくる？こんばんは。6月分の握手券ありがとう、ありがとう。時の分かる、それな。そう、めっちゃ濃いやつが好きなの。そう、シャバシャバシャビシャビね。カップスープめっちゃ美味しいよね。あのさ、カップのスープパスタあるじゃん、あれもめっちゃ美味しい。あれの鮭とほうれん草のクリームパスタが好き。クルトンね、美味しいよね。わかる、溶けずに残ると失敗したけど美味しい。え、しゃびしゃびって東海人だけなの？ご飯はでもね、お昼ね、いっぱい食べたんだよね。初もありがとう。くるみんも好き。うまっ。5月に花ちゃんデビュー、嬉しい、会いに来てね。ありがとう、さくら、こんばんは。そう、ねじねじしてるやつ、なんかちっちゃいさ、ねじねじのやつ。コーンあり派。でも私、クルトンはね、なんか全部そうなの。クルトンとか、喉やば。クルトンとか、あれもそう、天ぷらとかもそうなんだけど、しなしなになってるのは好きじゃないんだよね。だからカップのクルトン出してからがいいかも。ねえ、コーンスープの缶美味しいよね。くるみん、わかる、私もくるみさんが好き。名前呼ばれたね。分かった。缶のコーンスープは飲む、こうやってこうやってこうやって飲む、こうやってくるくるして飲む。そう、そうなんだよ、全部後乗せがいい。だから私、とんかつとかもあんまソースつけるの好きじゃないんだよね。なんかソースっていうか、何、わかるよね。そう、キュンキュンラブリー、シーザーサラダめっちゃ好き。サラダの中で一番好き、シーザーサラダ。そう、だからとんかつとかも塩が好きなんです。パックのコーンスープ、パックのコーンスープって何？こんにちは。なグラノーラ、グラノーラ、え、あれだよね、コーンフレークみたいなやつだよね。コーンフレークみたいなやつ、私牛乳入れずに食べるから、牛乳入れるのあんまり好きじゃない。でもたまに牛乳、なんかチョコ味とかのやつだとさ、牛乳がチョコ味になるじゃん。だからそう、こんにちは。ななトウモロコシ好き、缶詰1個食べる。ヤワトンの味噌カツ、いや味噌は大丈夫な気がする。なんかソースが嫌なの。味噌はドロドロしててあんまり食感変わんない気がするから。でもでもな、味噌、でも嫌だかも。変わるか、あれ全部にビシャってかかってるか。後付けがいいな、味噌だったら。ふにゃふにゃにして食べたい。やだ、私それ。でも天かすなら美味しいか。 UFO キャッチャーでコンポタの箱、え、いいな。朝熊のコーンスープ、へえ、この頃よく食べた。オートミール、おしゃれだね。おかゆは、おかゆってあんまり食べないな。でもお米が残ってる方が好きかも。私お茶漬けがすごい好きなんだよね。エビ天を最初に食べたらやけどした。あ、マジ？私エビ天さ、そんな好きじゃないんだよね。で、コーンフレークそのままが一番美味しいと思う。なんか歯ごたえが硬いものが好きなんだよね、結構。だから歯ごたえがあるものが好きなの。柔らかいものはそこまで好きじゃない。そう、一切れずつソースつけるのがいい。ハッソカレーは、わかる。お米硬い派なの。お茶漬け、そう、お茶漬けめっちゃ好き。
エビは好きだよ。カツ丼と卵つつ、でもそれもね美味しいんだよね。それも美味しいよね。ノンシュガーのグラノラ混ぜてミルク入れて2分、ちすごいなんかアメリカンだねやっぱり。海もそう、硬いものが好きなんだよ。お菓子とかにハマってんの？いいじゃん。そうグミも好きだし、そう軟骨も好きだし、それとにかく食感があるものが好きかな。だからなんかなんだろう、変な食感のものが好きかも。なんだろう、山クラゲとかも好きかも。ハードグミ食べた？美味しかったよねあれ。え待って、味のランキング見たかも。とんかつはヒレカツよりロース派なの。とんかつ、いやヒレが好き。なんか油が好きじゃない、肉の油身があんまり好きじゃないかも。砂肝もめっちゃ好き。ピザは耳つける。えどういうこと、つける？犬アメリカンだね。タフ、あタフ組ね、美味しいよね。でなんか花あのエナドリ味とかはあんまり自分で選ばないから。あでもタフ組ってあれか、ブドウとかか。そうお茶漬け好き。せんべいも硬いの好き。うんそう、曲がりせんべいとか好き。お茶漬け、えでもお茶漬けはだからあのふにゃふにゃになる前に食べるの。ちゃんと米が残ってる状態で食べるんです。軟骨好き。たくあん美味しい。ハートありがとう。発音もありがとう。そうハートありがとう。歯ごたえが好き。発音もありがとう。カプリコめっちゃ好きなんだよね。そっか、知ってて言ってくれてるのか、欲しい。そう脂身くどくなるんだよ。10連休根来とる。え嘘、そう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 、どこにどこに、あ本当だ、結婚しよう。本当だ、見過ごしてた。ありがとう教えてくれて。こんばんは。お茶漬けのお供、何もつけない、お茶漬けだけ。いや本当に私毎日お茶漬け食べてた時あったよ。エナロリ味そうあんまりなんだよ。え濡れせんべいも好きなんだよね。濡れせんべい美味しいよね。ハートありがとう。頭だけ、私コーンも好きだからな。ラーメンもね硬い方が好きかな。酒茶漬け、梅茶漬け、お茶漬け、酒、あの私梅が食べれなくて、シャキシャキの食感ね、わかる。だから美味しいよね。お茶漬けの味はね、私ねなんか家にあるアゴだしのお茶漬けの素があって、それがめっちゃ美味しいんだよ。いぶりがっこって何？ありがとう。これ団子も、桜の花でやった団子。シシャも好き。ラーメンね、でもあんまりそのなんか硬さをそのやるやつ行ったことなくて、ラーメンのだから分かんないんだよね。美味しそうでしょ、あごだし漬物燻製。あ分かった、いぶりがっこ、あの長いやつか、違う、茶色いやつ。結婚してギフト送るって届けることあるのに、えそんなことないよ。結婚、ラーメン固め、お、あえ固め濃いめ美味しそうだね。お腹空いてきたね。お腹壊すの？そうなの？おにぎりの具、おにぎりの具は何が好きかな。おかか、あの鰹節すごい好きで、あのこの袋あるじゃん、鰹節パック、あれ食べてるんだよねこうやってありがとう、あのこれ桜団子もありがとう。結婚しよう。あ分かった、食べたことあるよ、茶色いやつ。生マヨ昆布に鮭、あ美味しいね。え地震きた。え地震芋、カレーかアルフォートブリッジチョコパイ、えー、いいじゃん。ラメの話してた、うん、おかかが好きなんだよね、絶対わかる。どれが耳でしょう、本当も。全部つくかな、全部ついたら。
全部ついた。おお、来た。来た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 。どれが本当の耳でしょうか。正解はここでした。なんかサンバみたい。サンバ、クロミちゃんのカチューシャつけて。いいよいいよ。サンバみたい。そう、エクボのとこから実は音をあんま聞いてる。ヘッドホンはしないです、イヤホンです。そう、カーニバル。ちょこ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 ちょ。終わり。ね、ゴージャスだったね。ハラナンサンバ、マツケンサンバみたい。発音ありがとう。なんかありがとう。写真？写真いるのこれ。二度目のもありがとう。あ、今日昼ご飯何食べたでしょうか。この時カメラに指入れて。無理でしょ、全部つけて自撮り落ちるよ。クラハナサンバ、クラハナサンバ、オレ。あ、これ怒られる。焼きそば？ブブー。虹色星ありがとう。お茶漬けブブー。ラーメンブブー。サルドンブブー。カツブブー。うどんブブー。とんかつブブー。牛丼ブブー。たこ焼きブブー。唐揚げブブー。そばブブー。おでんブブー。おにぎりブブー、ハンバーガーブブー。わあ、正解、パスタ。クリームのパスタ、じゃがい。マックやキング、コアラのマーチってよくわかんない。カツ丼じゃない。え、そう、ね、ちょっといいとこ取りしちゃったんだ。トマトクリームパスタにしたの。当たりの方1名に、じゃあ1名の方に向けて終わり。パスタだよ、パスタだよ。そう、トマトクリームパスタ。え、だってそうじゃない？トマト味も食べれて、クリームも食べれて、ほらいいとこ取りじゃん。パスタ好き。ナス入ってない。いや、じゃあ具材は何だったでしょうか。あの、違う、大盛りじゃない。トマトクリームパスタいいとこ取りだよ。なんか具材違う、チキンじゃない。あの、具材の名前の後のの、トマトクリームパスタみたいな感じ。ほにゃららのトマトクリームパスタみたいな感じの名前だったの。発音もありがとう。違う、今のところ正解はいない。あ、惜しいのはいる、惜しい人はいるけど、特盛りじゃないよ。お、あのね、2つ具材があって1個は正解出てる。エビ、そう、エビと、え、わかるかな。お店わかっちゃうかな。でも別にそんな、あの、何、あの、特別なところじゃないから。特別なところっていうか、みんなよく行くようなところだから大丈夫。あ、そう、アボカド、エビとアボカドでした。
エビとアボカドでした。そんなに花もよく行かない店だから大丈夫、バレても。エビとアボカドの一番好き？美味しかった本当に。美味しかったですよ。バジルパスタのイメージ。あ、確かにアボカド好きなんだ。だからさ、あのくら寿司で花よく行くんだけど、お寿司屋さんだったら、え、くら寿司じゃないかな、もしかしてスシローだったかな、いや分かんない、どっちか忘れちゃった。スシローだったかもしんない。スシローに、いやくら寿司かな、エビアボカドみたいなあるじゃん、それ美味しいんだよね。エビアボカドみたいな、あんまり言わんほうがいいアボカド美味しい、アボカドサラダ。はま寿司このいろんなとこにある。じゃあいろんなとこ、いや本当にエビとアスパラのオーロラソースのパスタ、本当にあのサイズの、本当にお願いします、本当にお願いしますだよ、本当にお願いって感じ。でもあのなくなってから1回しかまだサイズ行ってないから、で新メニューになった後行ったこと、行ってないんだよねまだ。あ、そうなんだ、変なやつがいたありがとう。本当にオーロラソーストロになるやつ、え、そうなの、結婚していいよ、ビブス着てない、今日は着てない、赤いプロのスタッフがスシロー、どういうこと？サイズのあるよ、お間違い探し。変なやつじゃないでしょ。配信に来た翌日、え、ないよね。本当に意味わかんない。え、サイズの好きなデザートはあれ、フォカッチャのシナモンのやつ。変なやつなの？食べるの楽しみが。頑張って。尊い、ありがとう。回るし花の締めは何？なんだろう、締め茶碗蒸しかな。あー、スロットここにはパスタ屋さんない、そんなのあるの。今日も買いに、こんばんは、ありがとう、こんばんは。サイゼ閉店したの、近くのところがってこと。もうね本当にセクラありがとう、カバーがついてるのが黒寿司、確かにカバーついてるね。黒寿司のさ、新しいデザート出たんだよな。え、わかる、花もそんな近くに咲いてないんだよね。パスタでどすこい、うん、こんばんは、お疲れ、ありがとう、こんにちは、なかわいい、ありがとう。そう、結婚する。花のかけれのお部屋行ったことない。でもなんかいつ来てもいいよとは言われる。前髪？バッツン。ハートありがとう。そう。パスタでここ。え、ないな。そんなのがあるんだ。そもそも知らなかった。かけれの。来るかな、どうだろうね。サイゼク、私クレジット持ってないから使ってない。スカイワンジュール、え、私こっちゃん、ロボット導入したのいいけど客多すぎて店員が結局運んで、あー、なるほどね。あんかけあるの、坂にあるんだ。サイゼ近くね、私もあんまないんだよね。シロンデザート美味しいの？あんかけスパが食べれる。あ、そうなんだ。あ、え、あんかけスパゲッティはある。そう、花現金だね。
北野さんは豪邸に住んでるの？四国は香川県4店舗しか…え、そうなの？綺麗な…来る…いないよね、今日は。私お伺いし…サイズとか…え、私もね、あんまり…食べないですね。あんまり食べないっていうか、なんか…学校帰りとかに食べに行ってた。あの、大学の帰りにね。あんかけスパ食べ…え、いいな。あんかけ茶碗蒸し美味しいの？あんかけ茶碗蒸しスシロー、え、あのね、くら寿司のね、なんかリンゴアップルパイみたいなのが出たんだって、くら寿司で。あれめっちゃ美味しいよ。あのなんか餃子の皮に包んであるアップルパイみたいなやつなんですけど、美味しい、めっちゃ美味しい。花の端にじゃん、日々の活力の源。え、嬉しい嬉しい。今日ご飯の、それな、茶王か友禅、全然知らない。え、岐阜タンメン食べたことない。花、食べてみたいんだけど。こんばんは、お腹すくね。こんばんは、ジョケンさん、ありがとうございます。くら寿司飲んだことある。ある。なんか妹がさ、 TikTok で見て、なんかくら寿司の使い方みたいなのでよく言ってるじゃん、 TikTok に。だからそれ真似してたやつの残りを私が飲みました。美味しいよね。初音もありがとうございます。こんばんは。おみちゃんぽん食べたことありますよ、大好き。よこい、よこいって何？そう、昼寝しないから眠い。あー、なるほどね。お腹すくね。それな、そう、タンメン食べたことないんだよね。ミルクレープ1枚ずつ剥がしながら。なるほどね。ミルクレープってそんな食べてないの？食べたことない。コーンスープだけでは。え、本当にお腹空いたけど、まあいいよ。こんばんは。あんかけスパゲッティのお店なんだ、知らない。あんかけスパゲッティそんな食べたことないんだよね。ありがとう、さくら。ギターメンは近いだと動きがちゃう。あ、そうなんだ。あんかけ、そう、じゃ、お昼めっちゃ食べたんだよ。スカイルの子もお腹がすばん量多いです。へえ、食べてんのことない。爽やか、さくら、ありがとう。あんかけスパ美味しいの？え、行ってみようかなね。ありがとう、さくら。くら寿司地元のフロリダ。えー、すごいね、フロリダにあるんだ、くら寿司が。岐阜の美味しいもの、あゆ？ギフタンメン食べたこと、食べたことない。近くにある？友達が車の免許取ってくれたら行こうと思う。あんかけスパは週3？食べたことある。美味しいの？パスタ以外、ね、パンケーキを食べました。ありがとう。桜とか団子。よくいるあんかけスパ。え、そうなんだ。桜、ありがとう。え、食べたことない、ハンバーグ。爽やか、車の免許、そうそうなんだよ。なんか最近車の免許取りたいって言ってて、その地元の友達が。だからなんか、そう、行ってみよう今度。白川郷行って、ほば味噌、ほば味噌って美味しいの？食べたことないんだけど。スガキ屋はあるよ。あゆ美味しいよ。ルカさんに連れてってもらいましょう。そう、あゆ美味しい。本当に食べてるよ。美味しかった、本当に。さくら、ありがとう。トッピングあったわけだ。そうなんだ。そう、パンケーキめっちゃ美味しかった。それって、先輩。じゃあ頑張って仲良くなるね。ほぼ味噌美味しい。あゆの形したまじ、あ、なんかあゆのさ、あるよね、中に白あん入ってるやつ。ハト、ありがとう。自分で作って食べるタイプ。あ、なんかギフタン麺のあのカップ麺は食べたことある。ハト、ありがとう。あゆ菓子美味しい？そうなの？ハト、ありがとう。お豆来た。桜、ありがとう。ひだ牛日本は味噌か、美味しそう。浜松さん行ってリバーで、あ、そうなんだ。
あゆはうまい。さやが案内してくれる？そう、みゆちゃんとあのまあ過去のやつだけどね、プリクラ。そう、みゆはな、みゆちゃんとご飯食べに行きました。ほうばで焼く飛騨牛。ほうばって何？葉っぱ？チェルカゴイオロテメハテンチ。あー、そ、どっちも行ったことないや。貸し券、確かに貸し券、そう確かに載せたのがね。プリクラかわいい。なぜかまた食べ物の話。確かにずっと食べ物の話だね。あ、そういえばこれ見てください。食べ物の話じゃない、これは。見て、可愛くない？何？ほうのきの、何何？ハート失敗？何が何が？あ、そういうこと。あ、そう、これ可愛いでしょ。これ家事券、貸し券、家事券、家事券。これね、妹がくれたんだよね。妹が作ってくれたの。みゆちゃん歌めっちゃうまかった。妹がくれた、だいぶ前だけど。そう、妹ね今9歳かな、10歳かな、10歳かも。そう、9個離れてるんだよね。可愛いでしょ。そう、折り紙可愛いの。チューリップ咲いた、これね分かれるの。チューリップの花が並んだ並んだ、赤黄色黄色、どの花見ても綺麗だな。13期の可能性ある？の、お、どうもありがとう。おしへん？ありがとう、さくら。つめて。あ、ね、日向坂さんね。イェイ。いつか SKE で共演。いや、多分アイドルにならない気がする。結婚していいよ、結婚しよう。こんばんは。そんななんかなりたいって感じじゃない気がする。最近妹髪切ったんだよね。じゃん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 、二度目の方もありがとう。ゼストにどうでもよくないでいる。さっき見るのに10歳だったから。うわぁ、そっか。今じゃ将来の夢聞いたことある気がするけど、なんて言ってたかな。23時、そっか。じゃ15分に終わります。6歳生になる。いや、ならないよ多分。憧れとかないって言ってたよ。だってえ、いいって言ってた。あのお姉ちゃん、花お姉ちゃんが好きなの？こんばんは。今日は花粉大丈夫です。どうもありがとう。うん、9歳離れてるからね、めっちゃ可愛いよ。姉妹アイドル、確かに。姉が憧れるアイドルになるしか。うん、頑張るけど。チーム S、そう。DMM とか見てるよ、妹。しかも、あの、制服の目の、あれも着てた。なんだっけ、あれなんて言うんだっけ、ちょっと待って、なんなんだっけ。カツオもありがとう。あ、そう、ゲネブロ。姉ちゃんもっと、あ、そうなんだ。妹はえ、でも同じ、え、多分同期だったかきれなだった気がする。お風呂入るからお先に、おやすみ。
ハンナ配信見て癒されて一日が終わった。いやー嬉しいね。そうゲネプロ来てた。特待生ならないよ。二度目のもありがとう。そのうち憧れるかも。そんなことないと思うけど、あのスポーツ少女なので。ありがとうなるかな。花束ありがとう。同居の島、そうなんだ。そうかきれのが好きって言ってた気がする。で先輩はなんかずっと竹内七海さんって言ってたんだよね。家で七海ちゃんって呼んでた。初音もありがとう。七海さんとミレイさんって言ってたの。ゲネブロはママは来てなくて、か普通に家族は妹しか来てないかも。妹と親戚と おじいちゃんおばあちゃん、ん妹、ね、いとこのお母さんが2人来てて、いとこっていうかおばが2人来てて、あとおじいちゃんおばあちゃんが来てて、友達が来てた。そう弟はおしりんさんって言ってたね。顔がおしりんさんって言った。そうなんかなんでななみさんかっていうと、あれよ、なんだっけ、私のお披露目のコンサートの時にあの家族が見に行ってて、で妹とお母さんが行ってたんだけど、その時にななみさんに話しかけられたから好きって言ってた。そうハートありがとう。はなちゃんアイドルになる前バレーボールしてた。前かきらの数幕張りってたの。何ゲネは10人くらい呼んだ気がする。芸能人だと誰に似てる。あんまないかも。こんにちはのなね。おいそうめっちゃ応援してくれてる。そうおしりんさんって言った。うん静かで。どうなんだろう。初音もありがとう。キュンキュンラブリー。ラメの方もありがとう。そう連覇してた。バレーボールやってた花で、お父さんとお母さんもやってるし、弟もやってるね。幕張りまで来るのすごいね。団子ありがとう。列に並んでないでしょ。こんにちはな。でも並ばずに来るのはちょっとあれだよね。あなるほどね。花と似てるかな。どうだろう。まあ似てるっちゃ似てるかな。こんばんは星ありがとう。なんかね花のね兄弟はみんな花と似てるの。オタクと連番。そうなの。ありがとう星。絶対可愛い。妹の方が可愛いよ。100回目だ。握手券ないと入れないから持って。あそうなんだ。こんばんは。そうなんだ。さくらさんじゃみんな来てるんだ。こんばんは。二度目のおもありがとう。そうちょっと似てると思う。なんか本当に違う。他の兄弟とかってさ微妙に違ったりするんじゃん。私ね弟とはね本当に同じ顔してるの。配信で飼ってたの見た。あそうなの。何でもよくない世界観。あ本当。初音もありがとう。100回目ありがとう。イケメンじゃないよ。なんかいやイケメン、なんだろう、イケメンじゃないけど、てかそういうなんかね、あのなんだろう、ごっつい弟はごっつい、あのなんかスラッとしてるとかそういう感じじゃない。誰に似てる、誰に似てるだろう。
誰に似てるだろうね。あ、そう、筋肉がすごいんだよね。桜ありがとう。そう、なんかやっぱ鍛えてるっぽくて、もう本当に身長ちっちゃいのよ。身長は168とかじゃん。170歩かないかぐらいかな。何とかめっちゃ好み。マッチョ？何？何のそ、バレーボール、バレーボール。そんな筋肉とかまではいかないけど、あの太ももが本当にすごくて、こんなありますね。私の顔より太いんじゃないかぐらい太ももはすごい。そこからと同じくらいかも。本当にこのくらい太ももが太い。そう、なんかそうなの。なんか多分筋肉がつきやすいのかもしれないんだけど、もう帰ってきた時びっくりしちゃって、えってびっくりしちゃった。筋肉すごすぎて。そう、小柄な方なの。でもなんか筋肉すごすぎてびっくりしたけど、なんかあのうちに行った時の弟がすごい、あのなんだろう、反抗期だったのね。中学の時にすごいあの反抗期だったので、あ、そう、今あの寮に住んでるんだけど、別の県に住んでるんだけど、住んでるっていうか普通に高校がそっちだから、高校2年生なんだけどね。そう、そう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 、なんだっけ、スポーツ推薦か、それで行ったからさ、あの実家にいないんだけど、なんかたまに帰ってくるの。そうするともう本当にすっごくなんか反抗期の弟を見てた側からしたら超爽やかになって帰ってくんのよ。しかもなんかさ、なんだろう、あの超爽やかに帰ってくるし、なんか部活やった後とかに帰ってくるからめっちゃ汗臭いんかなとか思ったりするんじゃん。なんかやっぱりそういう高校生だしさ、そういう感じするじゃん。なんか部活ガチの人はちょっとなんかめっちゃ汗かいて汗の匂いするんかな、嫌だなとか思ってたらめっちゃいい匂いで帰ってきたりするのね。なんであんたこんないい匂いなのとか言って、そう、すごいね。なんか何でも買ってあげたくなっちゃうね。そう、前の変化がすごいんですよ。なんかで多分弟も花のことが好きだから、あのすごい寄ってくるんだよね。そう、ちょっと色気づいたんだよ。なんかめっちゃでも自分で洗濯とかもするんだって。量はお14分。そう、なんか自分で洗濯とかもするし、料理は出るらしいけど洗濯もするし、あと何、掃除とかもするしみたいな。だから洗剤とかもあれなんだけど、そう、やばいよ本当に。そう、なんで彼女いるんだろうって思ってたけど、確かに帰ってきたの見て納得したもんね。初見さんありがとう。お、まあでもここどうなんだろうね。でもまあ弟はバレーボールが今は好きだからね。そうもありがとう。うん、もう別れたらしい。男子校じゃないよ。初音もありがとう。じゃあ男女読もうかな。そう、別れた別れた。あの写真まで見せてきたんだけど別れたって言ってた。でそれがもうなんか部活に集中できなくなるからって、部活に集中できなくなってきてるから別れるって言ってたんだって。
て。すごくない？バラしていいよ、バラしていいよ。やったね感？あ、私の？そんなこともないよ。よし、じゃあ誕生日見ます。13位メロンパン犬、ありがとう。12位蒲田さんのアバターの方、ありがとう。11位カニラスカル、ありがとう。10位ピンクのクマちゃん、ありがとう。9位鎧を着た男性の方、ありがとう。8位カステラ、ありがとう。7位アマビエ、ありがとう。6位黒猫、ありがとう。5位パンダ、ありがとう。4位リラックマン、ありがとう。3位リセモモガサのアバッタの方、ありがとう。2位キャムヒヨコ、ありがとう。1位テニスボール、ありがとう。ありがとうございました。配信別れたって噂で聞いた。そう、まあ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 、でも次はいつ弟に会えるのか分かりませんが、早く会いたいなと思います。ということで皆様おやすみなさい。一応予告、ティーンズユニット31日までです、お願いします。そして制服の名刺4月4日応募してください、お願いします。あとなんだろう、あとなんだ、何がいい、あ、5月6月トーク会と握手会待ってます。ツーショットも待ってます。ということで、一応じゃないね、ちゃんと報告ちゃんと報告お願いします。ということで皆様、今日もゆっくりお休みくださいな。お休みくんなまし。4日当ててください。久しぶりの制服の目なので。土曜日に行きます。嬉しいです。ありがとうございます。それでは皆様、スクショタイム。おやすみー。バイバーイ。待ったなー。よく当ててね。黄色と緑、黄色と黄緑待ってます。ペンライト。じゃあな。またな、また明日ね。おやすみー。